ニューピアノスタディレパートリー1の、37ページ22時、これをやります。こちら側はこう先生弾くので関係ありません。こっちを皆さん弾きます、これね。で、必ず両手でリズム打ちをやってください。いっぺんに両手弾きません。で、それから右だけ、それから左だけ、それぞれ読む練習だけをやる。ね、読む練習の時に、弱い音とか、強い音とかをちゃんとこう声に出してやっておくこと。ね、どこで息を吸ったらいいかとかをやっておく。それができてから、やっと両手の練習。両手の練習もいっぺんにやるんじゃなくって、まず4小節できるかどうか難しかったら、初めの2小節できるかなとか、ね。そういうふうに、1個ずつ練習をしていってください。じゃあ、初めはこの、ミーとか書いてあるところを見ながらね、楽譜見ながら手を打つだけ。ね。一緒のところは両手こうだし、右手だけでもこうなりますね。じゃあ、私ここでやりますけど、皆さんは膝の上でこうやって膝打ちやっててくださいね。いきます。せーので、タン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 という感じですね。この長さをちょっと気をつけてください。今やりながら、なんかね、ちょっと速さがあれ合わなかったなっていう人は、この長いところ、みーいいよ、これ3秒数えなきゃダメです、これね。から、これ、どう、これ点がないので、こう2拍、どう、どとか、ね。点があるのね、点2分音符、点2分音符、ここは3拍、3拍、ここ2拍だし、白い丸だけのところは2拍、ね、2秒間数える。点があって白い丸のところは3秒か3拍数える。ね、うん。それちょっと気をつけてくださいね。そしたら、今度ドレミをちょっと言いましょうね。じゃあ一番最初の、楽譜指差しながら行きましょう。こう、指差して指差して、こうやりながら見ててくださいね。で、どうしても、2段あると間違って、こっち行っちゃう子がいるんですけども、右手ここ。パッと、トーン表を探しましょう。で、ずっと行って、トーン表を探して、こういう風に音を終えるように、指を刺しながらですね。じゃあ、ドレミを読むだけね。で、1、2、3度こうやります。これやる必要は別にありませんから、これ数えてるだけなので。一番最後5拍です、これ。ね、ここ、タイがあります。同じ音を結んでやったら、1、2、3、4、5と、ドーをしたままになりますからね。はい、ドレミ言いますね。せーの、で、それでまた1、2があったら、結局まあ5個ね、5拍なんですけど、最後のね。ここまでね、ドレミちょっとよく読めない人は、それまでのところでドレミあんまやってこなかったってことなので、散々読みをね、やってくださいこれね。で、どうしても次々難しい人は、例えば1段目の中でね、この中でレを探して指さしてみてください。レはどれでしょうか。これがレ。次のレは、ここですね。2は3個あります。3個探しましょう。これ2ですね。一番初めの棒にあったら2。次の2はこれ2。次の2はこれ2。じゃあ、ファはどれでしょう。ミのちょっと上ですね。ファはこれとこれ。ファの上って何でしょうか。そう。これそうですね。今みたいに同じ音を探す練習してみてください。そうすると読む力つきますので。じゃあ、2段目いきましょう。この中でドはどれでしょうか。これド。次のドはこれ。で、これもどう？あとどうありますか？ないですね、これね。じゃあ、この中でレを探しましょう。これがレ。ミはレの上、これ。まだミがあります。
黒くないけどこれも見です、これ同じ線に合うからね。でこれもこれは同じ線に合いそうだけど、これはレですね、これね。ではこれとこれでした、これね、ドドドレレミミね。じゃあ次の段行きましょう。こうね、この中にドはありますか、ないですね、これね。ではこれがレ、これもレですね、これね。ミはどこでしょう、これミ、一番下の線によったらミですよ、これね。これミ、これミ、ミの上って何でしょう、ファね、ファはこの線と線の間ですからね、これファですね。ファの上って何でしょう、そうですね、2本線があってね、線にちょっとお団子になってるの、これはそう。今みたいに同じ音をこう探す練習をやってみてください。もしお母さんが子供さん見ていらっしゃったら、あ、ドアどこってこうで探させる練習やる、散々やるといいです。でそれから今度はじゃあ普通にミーソファミコ読む練習ね。でまた次の日になったらまた同じようにドを探してレを探してしょっちゅうやってたら、あの読めるようになって、あの同じ音探す方がねやりやすいんです。でいい勉強になりますので、じゃあ今度はドレミ言いながら右を弾きましょうね。どのところに親指を打ってくださいね。どの探し方は黒い音が2つあったらここにね、チョキしてお父さんのここね。ここにもドがあります、これ黒い音探してからドね。あ、じゃあ右で弾きますね。せーの、ミーソファミレファミレドドドレミミレミーソファミレファミレドミレソドで最後は5拍です、ね。難しかった人は、もう一回ね、この辺難しかったらじゃあここだけ3回とかね、この辺難しかった人はここだけちょっと3回、次行かない、ね、同じところ3回3回、また同じところ3回3回ね。で今度また最後まで弾けるかなとか、部分練習よくやってくださいね。では左手を読んでいきましょう。まず読むだけですよ。左手の平音記号のこのちょぼちょぼの点々がありますね、これね。この点々ね、繰り返しよく間違う、この繰り返し記号とは関係ありません、全然違うんです、場所がね。下の点にあったらこれミ、ここはミが出てこないからね。上の点にあったらこれソ、これソです、これソ。あ、ソばっか探しましょうか、これソ。そう、これはソの下は何でしょう、ファです、これファね。これちょぼちょぼのここにあるから、そうそうね。じゃあこの一番下にあるのはこれドなんです、これね。ドって言ってもここのドじゃなくてこっちのドです、これね。ドばっかり探します、ドドドド、あ、ドがない、これがドね。でこれ2つ目というよりもこれは1234555、ね、拍分伸ばすドです、これね。じゃあ皆さんはドレミ言ってくださいね、いいですか。まだ弾きませんよ。左を読む練習、せーの、ドドソソ、2段目ね、ドドソソ、はい、3段目、ドドです。パーパー、四段目、ソーソー、最後ドが五拍、ドチ二三四五ね。まあ実際に一二三四五って数えるんじゃなくて、一二三、それからまた一二ね、一二三一二で数える方がやりやすいですね、これね。では両手いきますね。今までのところが難しいのがね、よくあれば。そこをもう一回やり直してからしてください。うまくいった人は両手入りましょうね。で、右がミ、左がドから入りますね。ゆっくりいきますよ。最初からせーの。次はソとドで。次はレとソですね。はい、ファとソ。ストップストップ。まずここまでね。ここまで難しい人はそこ、ここまでをね。今1段目です。でここが途中があれ長く止まっちゃったりとか
ね、なんかパパッと早すぎたりとかいろいろある人はここばっかり3回ぐらいとかやってます。もう一回いきますよ、最初からね。右はミ、左がド、せーの、はい、右ソ、はい、レとソが一緒ね、レとソね、はい、ファとソが一緒、はい、2段目いきますね、どっちもド、はい、左はソですよ、1,2,3、はい、レ離します、はい、3段目ミとド、1,2,3、はい、ソとド、あ、これ気をつけてね、右手がレで左はファですよね、レとファが一緒ね、せーの、はい、ファとファ、はい、4段目ドとソ、レとソ、はい、どっちもド、1,2,3,1,2で上げる、ね、まあ、ここまで難しいところはそこ区切って何回もやってみてください。もう一回だけいきますね。いいですか。右は、み、左は、ど。せーの。はい、ソとド。はい、レとソ。はい、ファとソですね。はい、二段目、ド。はい、ドとド。はい、みとソ。1,2,3、レとソ。2とド、1,2,3、はい、ソとド、はい、レとファ気をつけて、レとファね、はい、ファとファ、ドとソ、はい、レとソ、はい、ド、1,2,3,1,2で上げます。両手がうまくいかない人は膝ポンとか片手読むとかを散々やってください。動画ができてないとで、ね、これ両手ちょっと難しいですので、ね、特に膝ポンね、これ一番大事ですので、両手引き始めた後もまた膝ポンもよくやるようにしてください。